あ、もしもし。やっほー。あ、もしもし。あ、もすもす。あ、こんばんは。こんばんは。あ、あの、パン食べたいさん、声かっこいいわね。あの、何歳なの？え、丸太郎さんめちゃめちゃ可愛い。あ、ほんと嬉しいわ。私、初めて言われちゃった、そんなの。ね、ありがとね、パン食べたいさん、嬉しいわ。うん、めちゃめちゃ可愛いわ。もうそんな褒め上手なんだかな。もうイコイコしちゃうわよ。私も嬉しいわ、本当に。あ、イコイコね。いや、パン食べたいさん何歳なの君？同い年だよ。はい、同い年？19歳？うん、あら、かわいいわ、もう一緒。いや、私ね、実はあの、あれなの、あの、と、年ね、ちょっとサバ読んじゃってて、あの、私実はね、あの、同い年じゃないんだけど、ごめんね。いや、ごめんなさい。いやいや、違うの、やっぱこういうアプリだからこそ若くなりたいみたいなとこあるかな。私実はあの、ちょっとおばさんなのよね。あ、そうだ。あ、ごめんね。いや、でも何歳だと思う？何歳か。うん。あ、何何？何それ迷ってんの、かわいいわね。16とかかな。あら、もう。褒め上手。かわいいわ、もうあなたもね、当たってるわ。私17よ。うれしいね、もう。こんな嬉しいこと久々よ。17だろ。はい、17歳のピチピチよ、私。JK です。はい、ありがとう。いいんだ。あ、もしもし。あ、ちょっとあの喉が痛いのよ、私。はい、ごめんね。あ、びっくりしちゃった。ちょっとなんか今後ろに獣が鳴ったの。獣なんて、ま、パン食べたいさんの私のこと好き？好きやった。あ、じゃあちょっとあの私に告白なんてしてもらってもいい？ちょっと厳しい。どうしてよ、どうしたら私に告白してくれるのよ。いや、もうちょい可愛かったらよかったかな。ああ、私可愛くないみたいなこと言ってるさね。ちょっとやめてよ、それ。ちょっと垣間見える野獣が。あ、垣間見れる野獣なんて、そんな。あ、そんな、やめてよ。危ない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 。あー、でも可愛くならいいのよね。うん。あ、なるほどね。じゃあちょっとじゃあ可愛くしてみるわ。うん。じゃあでもやっぱ可愛くするためにはちょっとお願いが必要かな。あ、お願いします。あら、素直ね。もしもし、チョコハリッチ。いや、可愛い。こんばんは。告白してくれますか？いや、ちょっと厳しいです。なんで？なんで嫌なの？タイプじゃないから。何タイプじゃないって。声がタイプ。どういうタイプがいいの？もうちょいなんか、うん、男っぽい声がいいかな。あ、男っぽい声。なるほど。うんうん、あ、男の方が好きってこと？さっきの男の人連れてきて。あ、そうなの。そういう系統の人なの？うん。仕方ないな。じゃあ連れてくるよ。うん。あ、どうした？パン食べたい。カーミンチュ。なあ、どうしたって？俺のことが好きって？え、すごいタイプ。ああ、嬉しい。僕もタイプ。いやー、嬉しいな、本当に。え、マジ僕となら付き合ってくれる感じ？うん、全然。最高だ、はい、付き合ってくれませんか？お願いします。早いね、決断がいい男は嫌いじゃねえぞ。いやー、嬉しいな。じゃあこれからよろしくってことでいいのかな？うん、よろしく。お話。おい、マチュ、チュキだぞ。あ、チュキだぞ。チュキだぞ。チュキだぞ。チュチュマン、チュチュマン、チュ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 、ハッチュチュマンだぞ。